怪しげな石があったそうで、バケツ開けてけて、ひっくり返したらヤバいことになるで、この石。さあ見てみましょう。アリがいっぱい、アリがいっぱい、あ、出てけ出てけ出てけ、はい、やって、せーので、ちょっと待って、こいつアリがいっぱいしてきて、どっち側に蹴ったらいいの。違う違う、蹴るんです。見て、アリがな、卵を運びまくってんじゃん。あ、戻せ戻せ戻せ、石戻して、石戻せ。アリがどっか行っちゃうから石を戻すんだ。どう戻せばいいかわからん。米付き虫ぐらいですかね。ミミシもいる。だけどカタツムリも多いな。カタツムリは聖火に入んないな。うん。ね、奈良公園じゃないんですが、鹿の大群に遭遇してしまいました。鹿大群。このままではね、あー逃げた逃げた。鹿の大群がね、恐れをなして逃げていきましたね。おっと。さすが奈良です。15ぐらいいるんじゃない。逆にあんだけさ、みんな襲いかかってきたらパニクるよな。いらん、足めっちゃこっち暗いんだけど。ほらそこは見えないかな。全員であの照らしたらいけると思う。さあ、怪しそうな気ないか。だけどちょっと怖いな。怖くないよな。いや違う違う、イノシシとかがいそうだから。イノシシはまあさすがに出ないと。ゴキブリいっぱいだ。ゴキきそいな。あ、でも鹿重い。もう鹿追いがかりになってんじゃん。7ぐらい。いやいや、もっといるだろう。わざわざ鹿追い言わなくていいだ。なあ、早っ早っ。あ、もう帰ろう。ジョー君ビビってんな。おい、ちょ待って、教祖教祖だ、教祖。あ、待って。何ラゾって今探してんの。まあ、なんかやばいんだけど。倒れてんな。まあでもちょっとまだいないから、また場所を変えるか。そうですな。いつものところに行くか。まあ、うん。そうだね、戻ろうか。じゃあいつものところ行こうか。オッケー、俊太郎こっち側から戻ろう。お、ほんとだ。あれ、奈良の町だ。ヒエピクミンめちゃくちゃいる。ほんとだ。赤ピクミンもこんだけ光ってんだ。捕まえた。あ、違う、上に行った、上に行った。あ、そこ、そっち。せっかくヤモリくん家があるのに。今ヤモリ捕まえてるか、待って。ジョー君ちょっとうるさいよ。泣くなよ。クモの巣に引っかかる。クモの巣あるで。あー逃げた、こや。カシビ高いな。あれ、どこ行った。あそこ、ここあいる。ほらどれ。はい、ほら、あそこだって。届く。あそこだって、ほら動いた。あ、今動いた。あ、これは遠いな。もうちょっと持って。ちょっとヤモリいたんだけどな。持って。はい、どれ。これも持って。そこ持つの。あ、まぶしい。どこ、ここ。あ、違うんすよ。どこ、どこ行った。あ、早すぎるわ。あ、絶対届かないよ。あーだ、てかあいつらよくヤモリ捕まえたな。うん、まあ、まあ、てか素手で行けばよかったかもしれない。もう誰か電気貸して。ちょっと網貸してください。ライト貸して。網貸してください。ライトあげるんで。あの、ライト、あ、リクライト飛んでいる。あ、リクだけライト、リクだけライト。だいぶ暗くなったね。じゃあもうお家に帰ろう。だから待ってて。死んだろ。網持ってきて。意外と下にいたりするからな。カップ持ってくればよかった。いや、あるで。まあさ、これ確認するの。黒さ、あの周辺だったらさ、うん、どこかかったら。下見て。何？見て。お、頭つけてる。えらいえらい。全くん探検家みたいな。確かに。ここら辺もういないで。おい、そんなん言うなよ。いないからさ。おい、来い来い。ヤンキー来いじゃない。蛇は怖い。でかい木だ。
ビがいるって言ってさ、スライドしなかった？うん、してたよ。ヘビいた？いないよ。いないんだ。いるかもしれないけどね。そうなんだ。しかもめちゃくちゃはっきりした。ちょっと待って、この下崖だから。こっち危ないね。ちょっと待って、だってアシカいる。またいるんか。シカの量やばいな。まあ奈良だから仕方ないけど。そう。おい、ダジャレだ。シカが奈良にいるのは仕方がない。これは杉だな。パパ、もう一個の違うところ。いつものところに来ましたが、さあ木がね、あれあれ。前のままだ。さあどうだろう。こそっと忍びるよ、こそっと。またカタツムリがいた。ここさ、死体だ。さあどうだ。私たちのスキットだ。なんで切られちゃったんだろう。いやもう腐りそうで危なかったんじゃない。だから昆虫がいたのか。いや、ないね。前までめっちゃいたの。いるのはゴキブリとアリだけだ。ゴッキは多いな、アリも多いな。しかもさ、前さ、ここら辺さ、ボコボコにさ、あのめくったのに復活してない。確かに結構めくったよね、ここら辺とか。硬くなってるし。だけど今日勝手にめくるのって犯罪になるからダメなの。そうなんだ。この犯罪者め。いや、お前だよ。あー、ここら辺では危ないの。木が朽ちてるね。木が朽ちて、こいつとかさ、木朽ちてるからさ、もうかなり危ないかもしれない。朽ちてるって？朽ちてる、ほら。朽ちてるって。腐ってる感じ。いませんな。いません。カブトムシ、クワガタを取りに、緑地に来ましたが、クヌギコナラはないけど。クヌギコナラがどこにある。こいつはでも広葉樹っぽいよね。あ、カタツムリいる。お、早速カタツムリを発見しました。ジャン君、ジャン君、カタツムリいるで。蜜が出ているところがないかな。風が強いな、おい。あ、鹿がいた。ほら。ね、カブトムシはいないんですけどね、鹿がいましたね。鹿がいた。これで、ね、ここが、おい、2頭いた。狙いはね、鹿じゃないんだよね。クワガタ。そう、桜が多いね。さあ、ちょっとしばらく探しましょう。
確かに桜の木がやっぱりね圧倒的に多いんだよね。これは何だろう。蜜っぽいのがやっぱ全然出てませんね。虫もいないし。降りましょう。どこを登ってんだ。上辺が。道なき道だ。え、違うで、今日公園遊び来たんじゃないで。遊びたい人は遊んどいて。遊びたい。え、階段あるやん、あそこ。じゃ、公園で遊んできたらいいやん。え、誰か、ジョー君今遊んでんの。ここにいるよ。あ、やっぱ暗くなってるな。ちょっとライト持ってこよう、やっぱ。ちょっと、そう、あの暗いところを照らしてほしい。あそことか。さっきのとこ、さっきの場所って暗いところ照らす調査。そっちじゃねえわ、もう一個向こうじゃない。こっちだ。一応さああ、巻くんの。一応さこっちだって。だそこ探したもん。そこだ。そこでの怪しい木を光らしてくれ。それはパパが置いといて、めんどくせえから。意外に床とかにも折ってる。そうそう、それそれ。おい、ちゃんと引っ張らせろ。いるぞ、絶対。なんか見つってるやつとか探してね、見つってるやつとか。あ、でかいカタツムリがいた、ほら。でかたつむり。でかたつむりはいるんだけどな。どれだ。おう、見てみて。はい、ぶっ刺して、ジョー君。はい。あ、僕がやるやつ。全然やつね。パパ、全然やつ。よし、じゃあ、トン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 探しに行くぞ。デン君、普通に喋ってくれ。何があったの言ってね、みたいな。いや、でもこのぐらいの時間にさ、クワガタいたよな。夜8時、7時ぐらいが一番出現する気がする。てかやっぱ一応な、蜜が出てるやつがあるか明るかったら確認しやすいだろう、うん、それも含めてんね。蜜かも、蜜じゃない可能性があるけど。なんか黄色に切るやつじゃない。あ、こけないように気をつけてください。高知県のさ、ゴロゴロ岩だったっけ、うん、なんか押しても絶対に落ちない。あったね。岩あるんだけど、なんか細工されて。コケズチュー。転がっていくようになったんだろう。これは蜜かな。動かなくなったらしい。これは蜜じゃない。蜜じゃないか。意外とこのライトとかに集まってきそうじゃない。どうだろう。やばいでチュー。集まってくるのかい。これはなんでチュー。意外に何もないけどライトに集まってくるっていうパターンもあるんだよね。なんか怪しいでちゅ。ちょっとライト誰か差してね。あ、これはい。あ、穴が開いてまっちゅ。うわ、だけどゴキブリ見てね、ちゅが今っちゅ。ゴッキーかよ。見せて。ゴッキーはいらんわ。ほんとだ。ほんとだ、ちゅーちゅー。ちょっと待って、あの上になんかあるんじゃない。何か怪しいですね。なんかあるでちゅ。その喋り方やめてくんない。なんで。なんか変だぜ、ジョー全部。うわ、ゲジゲジがいる。来そ。なんだそのことね。じゃあゲジゲジが来そいって言ってんや。いや、これガやん。ガの幼虫やん、宿くがやん。ガの幼虫、宿くがやん。なんでそのことね。え、いや、宿くがが気色悪いって言ってん。こっちどうだろう。ここ滑るからね。え、だからちゃんと危なくないように歩いて。出た。なんなんそのデチュって。あ、ブリッコか。そうだちよ。ただここクマいない。クマいない。クマいない。奈良にクマがいたら逆に捕まえて。こんなところにクマがいるわけないじゃん。
バズるぞ。鹿しかいねえよ。おい、鹿をバカにすんじゃねえよ。いや、違う、鹿だけいるよってことだ。木見てるか、君たち。見てるよ。なんか全然木に反応してないんだけど、あの池落ちんなよ。落ちるわけねえだろ、バカだ。何？いや、蝶だ。これミスってない。ほら、これミツってるんじゃない？これ何の木だろう？これミツってる。あ、カタツムリがミツってる。ほら、これミツってるよ。シルが耐えてる。何の木だろう？これは何だ？こいつだろ？こいつだろ？あ、そうそう、そいつがな、動いたからな、うわってなって。普通にしてた方が可愛いのにさ、グリップしたらさ、逆に気持ち悪くない？そうそう、大体そういうもんよね。あれってうざくなるだろう、聞いてる方も。なんだこいつ、犬が怒ってるやん。これはシミかな、蜜じゃないか。またカタツムリがいるんだよ。じゃあ掘ってくれ。おお、シカ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 が、シカがいっぱいいます。犬が吠えてます。こっちがぐるっと回んねん、ぐるっと回んねん。怪しい穴を発見したのか。あんちゃん、通して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 。だいぶちっちゃいな。早く行くぞ。早く行くぞ。いや、ゆっくりでいいんだよ。白虫いる。白虫じゃない？白虫？あ、本当だ、白虫。なんか山谷とかじゃない？なんかこれもなんか樹液みたいに漏れてるね。どれ？早く行こう。本当に熱中。ちょっと気持ち悪いよ。うん、木自体がきそいね。お、できんのかい？女の子と遊んでる、みんなで遊んでるんだったらいいけどね。この家では誰も乗っからないからな。いやいや、穴がありますよ。この穴ない？ちょっと開いて。この穴の中に樹液が入ってたりするんじゃない？水だな。水だね。雨水だ。で、これ、あの、俊太郎、これ持つときは立てて持って。そう。なぜかわかる？そう、後ろのその目の中に入って、そのため横の人がいなきゃ大丈夫。米つき虫って聞いたことない。あれを照らしてみて、ライト持ってて木照らしてみてよ。待って、それ桜じゃないよな。ここら辺の木は違うね。照らせ。裏側はどうか。おつゆがないな、やっぱり。ん？こっちがぐるっと回んの。これは桜か。桜はいねえな。降りるときの方が危ないから気をつけてや。うん、見ていって。怪しい動きがあれば即報告だ。いいよいいよ、見ていいよ。急いでないで。そう、怪しいやつはないっぱいあるんだけどな。早くぐるっと曲がるよ。ほら、もうぐるっと曲がれんで。じゃあ行くぞ。
カタツムリはもういらんわ。ゼロ点だな、ジョー君。そうだね。全然映ってないから怪しくないわ。隠れてる可能性もあるやん。あるよ。あ、危ないんだよな、これ。カタツムリ多いな、おい。あとこいつだけだ。階段登る？階段登ってみよう。まだ上は行ってないからな。上の方が絶対怪しい。あ、カタツムリいらん、お前。